まさかモンスターがディスクから生まれるなんて思いもしなかったわ。ですね。けどこれでモンスターさんが出てくることはなくなったです。あとはみんなで退治していけばきっと平和になるです。他にあのディスクのままだと言いづらいよね。そうね、ひとまずエネミーディスクと呼ぶことにしましょう。エネミーディスクで、そのエネミーディスクが他になければの話だけどね。そんな、落ち込まないでコンパ。モンスター発生の原因が分かった以上、今までよりは対策が立てられるようになったはずよ。いやー、働いた後のプリンは格別だね。コンパ、おかわりある？ん？二人とも難しい顔してどうしたの？あんたね。まあまあ、アイちゃん、変身するとすごく疲れるみたいですから、多めに見てあげてほしいです。コンパがそう言うなら仕方ないわね。今回だけは多めに見てあげるわ。話は戻るけど、エネミーディスクより最後に戦ったあのおばさんの方が気になるわ。何者なのかしら。鍵のかけらを知っていたです。そして集めているようだったです。なら先を越されないためにも早く出発した方がいいかもしれないね。そうですね、すぐに出発するです。ところで愛ちゃん、私とコンパは鍵のかけら探しの旅に出るんだけど、愛ちゃんも一緒にどうかな？私たち初めての旅だからさ、愛ちゃんがついてきてくれると心強いんだ。別にいいわよ。わーい、やだー。愛ちゃん、本当にいいんですか？特にプラネテューヌにとどまらなきゃいけない用もないし、正直ここまで巻き込まれて今更抜けるのもね。それにあんたたち二人だけだと何かと危なっかしいし、私が面倒見てあげるわ。渋いお茶が飲みたくなるニュ。こんにちは。ねえねえ、ちょっとお話いいかな。なんだニュ、ブロッコリーようかニュ。ブロッコリーっていう名前なんだ。思わずプチコって呼びたくなるね。プチコじゃないニュ、ブロッコリーニュ。そんな細かいこと気にしない、気にしない。細かくないニュ。それでプチコの聞きたいんだけど、プラネタワーってどうやって行けばいいのかな。恥ずかしながら待ち合わせの場所がわからなくて。それならこの道をまっすぐ行くに、そうすると看板が出ているはずに。おお、親切にありがとう。それじゃあね。そういえば今の人どこかで会ったような気がするに、誰だったか考えるに。にゅーにゅー、そうだに、猫に。おお、なんか大地が割れているよ。まさかこれが古の戦いの傷跡？きっと遥か昔にここで女神と邪神が互いを無数の剣で封印し合ったと言われている戦いがあったに違いないよ。何言ってんのあの子。すみませんです、ネプネプは少し記憶が抜け落ちちゃってるですから、根気強く付き合ってあげてほしいです。たまに聞
記憶喪失が疑わしく感じるのは私だけかしら。あんちゃん、こんばん。早く来てよ。大地の端っこ、いい眺めだよ。あ、もしかして怖い？怖いんだ。ネプネプ？この辺りは雪岩状といって、大陸と大陸の陸地が時々くっつく場所なんです。別に一つの大陸が割れてるわけじゃないですよ。へえ、そうなんだ。でも、これでどうやって渡るの？やっぱりジャンプ？ヤッホー！とか言った方がいいかな？オーバーオールに赤い帽子でもかぶれば、ネプコなら渡れるかもね。けど、他の大陸に渡るには、教会での手続きが必要なの。手続きさえ済めば、今後は自由に通れるようになるわ。こんにちは！ようこそ、プラネティーヌ教会へ。東教会に何の用だい？ラステーションへの渡航手続きをお願いできるかしら。ラステーションへは君たち3人で？はいです。ならこの書類の必要事項を記載した後、ここにサインをお願いします。 IF さんとコンパさん、そしてネプチューヌさんだね。お兄さん、私の名前間違ってるよ。ネプチューヌじゃなくてネプチューヌだよ。ああ、すまない。僕としたことが君のような可愛らしいロリッコの名前を間違えるなんて。ネプテュースさん、ネプティーヌ、ネプチュー、デュー。もしかしてやっぱり私の名前って言いづらいのかな。そんなことは断じてないさ。今日はたまたま滑舌の調子が悪かっただけなんだ。ところで、コンパはネプテューヌって言える？実は私も言えないんです。だからネプネプって呼んでるんです。じゃあプラネテューヌって言ってみて。プラネテューヌですか？なんでプラネテューヌが言えてネプテューヌが言えないのかしら。ともあれ、これで君たち3人の手続きは終わり。これでラステーションとプラネテューヌが自由に聞きできるようになったはずだ。ありがとう。そうだ、お兄さんに聞きたいんだけど、メガネ様って今いるの？すまない、パープルハート様は天界にいるみたいで、まだプラネテューヌには降りてきていないんだ。そっか、もしかしたらいると思ったんだけどな。風の噂では、他の大陸の女神様たちはそれぞれが守護する大陸に降りてきているというのに、パープルハート様の身に何もなければいいんだけど。ハード戦争で何かあったのかしら。まさかパープルハート様が他の女神様に敗れるなんて、そんなことありえないよ。ねえねえ、ハード戦争って何？ハード戦争っていうのは、遥か昔から行われているこのゲーム業界の覇権をかけた戦いのことだよ。他の女神を倒し、最後まで勝ち残った女神様はゲーム業界を滑る神様になれると言われているんだ。で、女神様たちは天界って場所で長年戦い続けているってわけ。なんだかよくわかんないけど、みんなで仲良くすればいいのに。確かにネプコの言う通りね。けど、昔から戦っているんだし、引っ込みがつかなくなっているのかもしれないよね。さて、いつまでもここにいちゃ仕事の邪魔だし、そろそろラステーションへ行きましょう。そういうことだから、お兄さん、バイバイ。ああ、気をつけて。それにしても、さっきのネプチューヌって子、小さくて可愛かったな。また遊びに来ないかな。けど、どこかで見たことがあるんだよな。久しいな、イストワール。マジェコング、何度来ても無駄です。
私はあなたに協力するつもりなどありません。わかっているさ。貴様に聞きたいのはネプテューヌのことだ。まさかネプテューヌさんと会ったのですか？やはりイストワール、貴様だったか。ネプテューヌに入れ知恵をしたのは。さて何のことでしょうか？私はあなたに封じられている身、それはあなたが一番よく知っているはずです。よくもまあ白々しい嘘をつけるものだ。まあいい、所詮奴は記憶喪失、次で一目でやるさ。私の定めた女神の運命は変わらぬ。さあ女神どもよ、再び戦い合うのだ。うわー、なんか鋼鉄島って感じ。アイちゃんアイちゃん、ここはなんて大陸だっけ？守護女神ブラックハート様が治める大陸、ラステーションよ。重工業が盛んで工場なんかが多いの。こういうさ、ディティールってのごとに建物が違ったり雰囲気が違うのってさ、やっぱり女神様の趣味なのかな。違うと思うわ。確かに大陸を守護するのは女神様だけど、文明を築くのはあくまでも人だしね。うん、愛ちゃんは夢がないね。今後はどう思う、この大陸。工場とか煙突とかが目立っていて、産業革命って感じがするです。でも私にはちょっとマニアックな感じかもです。まあ女の子が食いつきそうな感じではないかもね。私は割と好きだけど。で、それよりも一度教会に行きましょう。おかしいわね、こっちの方向だと思ったんだけど。もしかして迷ったとか。しばらく来てなかったからな。とりあえず誰か捕まえて聞いてみましょう。じゃあ、あのいかにも冒険者って人はどうかな。そこの赤髪の人、すみません。ん、私に何か用かな。ブラックハート様って女神様に会いたいんだけど、どこに行けばいいか知ってたら教えてほしいんだ。ブラックハート様？ああ、ノワール様のことか。それならこの道をまっすぐ行って、突き当たりを右に曲がったところに教会があるよ。どうやら方向は合ってたみたいね。助かったわ。困った時はお互い様だからね。ここで会ったのも何かの縁だし、名前を教えてよ。私はネプテューヌで、こっちがコンパとアイちゃん。
私はファルコム、駆け出しの冒険家なんだ。こっちで会ったのも何かの縁だし、もし困ったことがあったら声をかけてくれれば力になるよ。本当？助かるわ。それじゃあ私たちは急いでるからこれで失礼するわ。また会いましょう。うん、またね。まさかこっちの世界に来てすぐにネプチューヌさんたちと出会うなんてちょっとびっくりしたかも。誰だ貴様らは。あいにくここは子供が遊びに来るような場所ではない。帰れ帰れ。せっかくブラックハート様に会いにわざわざ来たのに。ケチ。ネプネプの記憶を取り戻すのにどうしても女神さんに聞きたいことがあるです。お願いしますです。あ、もしかして誰だ貴様らはって聞かれたってことは、名前さえ言えば合わせてくれたりするのかな。だから私ネプチューヌで、こっちはコンパとアイちゃん。たとえ名乗ろうが、どんな事情があろうが関係ない。仕事の邪魔だ、さっさと出て行け。教会ってずいぶん不親切なのね。女神様に仕えるあなたたちがそんなんじゃ、ブラックハート様も大したことないんじゃない。何とでも言え。たかが女神をどう言われようが、痛くも痒くもないわ。少しくらい合わせてくれたっていいじゃん。こんなに可愛い女の子がお願いしてるんだからさ、ちょっとだけ、ちょっとだけでいいから。ネプコ、ここは一度戻りましょう。きっとこれ以上は時間の無駄よ。なんでさ、アイちゃんはここで諦めちゃっていいの。諦めたらそこで試合終了だよ。いいからさっさと帰るわよ。これでとどめよ。まあ所詮は雑魚ね。女神であるこの私に盾つこうなんて100年早いわ。まさか少し見ないうちに下界がモンスターだらけになっているとはね。とりあえずこの辺りのモンスターは一掃したし、教会に帰ろうかしら。さて、どうして私が今下界ラステーションにいるか教えてあげるわ。天界からネプテューヌが落ちた後も残った私たち3人は戦い続けていた。けど私は少しずつ自分の力が落ちていくのを感じたの。私たち女神の力の源は人々の信仰心、シェアの力。それが下がるということは下界で何かがあった証。悔しいけどあのまま戦い続けていれば次に負けるのは私に違いなかったわ。だから私は戦いをやめ、シェアが低下した原因を探るために急いで下界へ降りてラステーションに戻ってきたってわけ。けど久しぶりに教会に戻ってみると大陸での女神信仰なんてものがほとんどなくなっていたわ。そしてその原因を独自に調べてみたら、アグニールという大企業が実質ラステーションを支配していたことが分かったの。
私が長い間降りてこなかったせいもあり、結果信仰は女神の私ではなくアブニールに向いていたわ。けどアブニールの影響力はそれだけではなかったわ。アブニールは教会から女神派の人間を追い出し、今は送り込まれてきたアブニール派の人間だらけになっていた。そのせいで私は教会に軽く軟禁状態で、隙を見て教会を抜け出してはこうしてラステーションの治安維持に努めていたってわけ。はあ、教会か。正直帰りたくないのよね。気づかなかったの？あの人、女神様に仕えるのでありながら女神様を呼び捨てにしていたわ。確かに、言われてみればあの人、女神さんを呼び捨てにしてたです。呼び捨てにするなんて絶対におかしいです。どうして？実は超仲良くてお互いを呼び捨てる超フレンドリーな関係って可能性はないの？ネプコは知らないと思うけど、普通なら自国の女神様を呼び捨てにするなんてありえないわ。プラネティウヌの教会で会った人を覚えてる？性格はちょっとあれだったけど、普通はたとえ女神様がその場にいなくてもあの人みたいに敬意を持って呼ばれるものなの。なのにこの国ではたかが女神扱い。絶対おかしいわ。アイちゃんは私たちと会うまでは世界を旅していたですよね。何か知らないんですか？ごめんなさいコンパ、最近はずっとプラネティウヌにいたし、ここに来たのだって数年ぶりだからあまり詳しくないのよ。旅人キャラなのにいざという時に頼りないの、アイちゃんは。けど安心して、そんなことで無視するほどブラックなパーティーじゃないから。たとえレベルが低くてもラスボスどころか次回作までずっと一緒だよ。悪かったわね、頼りなくて。てか、記憶喪失のあんたにだけは言われたくないわよ。ごめんごめん。まったく。とりあえず話を戻すわね。これからクエストを受けようと思うんだけど、どう？クエストなんて受けてどうするの？まだまだお金はたくさんあるよ。もしかして、愛ちゃん、私とコンパに内緒でこっそり使い込んじゃったとか？別にロギンが心細くなったわけでもなければ、ネプコみたいにこっそりプリンを買い食いしているわけじゃないわ。キクバレてたの？バレバレよ。もしかして気づかないと思ってたの？うん。話は戻るけど思い出してみて。プラネティウヌではエネミーディスクがあった場所に鍵のかけらもあったのよ。なら、ラステーションもその可能性があるって思わない？おお、さすがアイちゃん。さっきは頼りないとか言ったけど、全然正解だよ。まさしく、おめえ満開だね。ネプネプ、それ、いろいろ間違ってるです。そして、死亡フラグです。きっとあの人です。モンスターさんを倒してほしいっていう社長さんは。なんか一回り小さいよ。社長さんっていうくらいだからもっと風格のあるがっちりした人じゃないの？でも、あ、気づいたです。顔をしかめたです。手を振ってくれたです。やっぱり間違いないです。向こうの人も、もしかしたらこっちと同じ気分かもね。もしかして仕事を受けてくれた女の子3人組っていうのはお前らなのかって、本当に大丈夫なのかよ。見かけによらないのはお互い様よ。私は IF で、後ろの2人がコンパとネプテューヌよ。
まあ確かにそりゃお互い様だな。私はシアンだ。この町でパッセっていう小さな工場の社長をやってる。立ち話もなんだし、詳しい話はうちでしようか。あなた、さっき工場の社長って言ってなかった？ここ誰がどう見ても食堂よ。うちは実家が食堂なんだ。工場はここの隣。話をするならお前らも機械と油だらけの場所よりこっちの方がいいだろう。まあ好きなところに座ってくれよ。じゃあ私カウンター席取った。それにしても実家が食堂なんていいよね。パフェでもプリンでも何でも頼み放題なんだよね。自分の家で頼み放題しても仕方ないだろう。それに工場の稼ぎだけじゃ苦しいから母さんがここを片手までやってくれてるんだ。ただで贅沢はできないよ。それで早速だけど仕事の詳しい話を聞かせてくれないかしら。ああ、単刀直入に言うとあんたたちには交易路のモンスターをどうにかしてほしいんだ。少し前まではモンスターなんていない安全な交易路だったんだが、最近モンスターが出るようになっちまってさ。そのせいでせっかく作った商品の流通が滞っているんだ。ビンゴね。いいわ、その依頼確かに受けたわ。助かる。ただでさえアブニールのせいでこっちは景気が悪いっていうのに、それにモンスターまで加わってたまったもんじゃなかったんだ。シアさん、シアさん、そのアブニールって何ですか？なんだお前ら、アブニールも知らないのか？はいです。バステーションには今日来たばかりなので何もわからないんです。アブニールっていうのは実質このラステーションを支配している大企業だ。家電から武器や兵器まで何でも作って、その製品ラインナップの多さと低価格でほぼ市場を独占していると言っても過言じゃないんだ。おかげでこっちの商品は種類も価格もアブニールに負けて物は売れないし、下請けをさせてくれるわけでもないしで、今月に入ってから知り合いの工場も何件潰れたことか。ひどいです。独占禁止法違反です。女神様に相談はしたの？こんな状況、よほどのことがない限り女神様が放っておくなんて考えられないわ。町工場の仲間連中で何度も相談しようとはしたさ。けどブラックハート様の不在期間が長すぎたの。教会の表向きはブラックハート様を信仰しているように見えるが、中身はアブニールに乗っ取られていると言っても過言じゃないね。せっかくブラックハート様が天界から戻ってきてくれたっていうのに、アブニールは私たちにはブラックハート様に会わせてくれないどころか顔すら見せてくれないんだ。アブニールは悪い会社なんだね。シアンも町の人もそれで困ってるんでしょ？悪いなんてもんじゃない、化け物みたいな会社さ。なるほど、ラステーションはそういう事情を抱えていたわけね。それならさっきの教会でのこともうなずけるわ。教会がそんな状況じゃ女神さんに会うことなんてできそうにないですね。ならさ、ラステーションの女神様、ブラックバード様だっけ？その人の住んでいるところに直接乗り込んで話を聞いてもらおうよ。私たちも鍵のかけらの情報が手に入って、シアンもお願いを聞いてもらえて、きっと2倍お得だよ。さすがネプネプ、いい案だと思うです。早速今夜にでもブラックバード様のお部屋に忍び込むです。ブラックバード様じゃなくてブラックハート様な。けどブラックハート様が普段いる部屋がわからないんじゃ、探している間に捕まるのが関の山だと思うぞ。やってみなきゃわかんないよ。やらないで後悔するよりもやって後悔派の私としてはそれだけじゃちょっと諦めきれないかな。今回は諦めときなさい、ヘプコ。下手に動いて失敗したらなおさらガードが固くなるだけよ。そうなったら私たちだけじゃなくシアンたちにも迷惑をかけることになるわ。もしかしたらシアンからの仕事のおかげで鍵のかけらを見つけることができるかもしれないし、この件はこの仕事が終わってから改めて考えましょう。
ったわ。って言っても誰も迎えてくれるはずないか。女神様、公務以外の勝手な外出は困りますと何度も申しているはずですが。もう名前すら呼んでもらえないか。自分の時間くらいどこで何をしようが私の勝手よ。それとも何、私を教会に軟禁しようとでもしているのかしら。お飾りはお飾りらしく座ってろっていうわけ。そういうわけではありません。もし我々の目の届かないところで女神様の身に何かあっては。ふーん、まあそういうことにしておいてあげるわね。私が留守の間に何か変わったことはあった？いいえ、特に何も。特にってことは何かしらあったみたいね。些細なことですので、女神様のお耳に入れるほどの内容は。命令よ、いいから話しなさい。実は子供が3名女神様に会いたいと教会に来た際に少々騒がれまして。ただそれだけです。私に会いに？いえ、何でもないわ。で、その子たちはどんな子たちだったの？ただの女の子が3人です。確かそのうちの1人がネプチューヌだったか、ネプテューンとか、そんな名前だったような。もしかしてそれってネプチューヌじゃない？髪の毛が薄紫色で左右に跳ねてツンツンしてなかった？ああ、そうそう、ネプチュネプテュース、いや、ネプチュネプチュあなた、もしかしてそのネプなんとかという少女ですが、確かに見た目もそんな感じだった気がします。お知り合いですか？知り合いどころの関係じゃないわ。私を訪ねてわざわざラステーションに来るなんて、一体何が目的かしら。会いに行かれるんですか？でしたら行くだけ無駄だと思いますよ。どういう意味よ？どうやらネプなんとかという少女は記憶喪失らしく、手がかりになるものを得るため女神様に会いに来たと言っていました。記憶喪失ですって？まさかあの時の戦いが原因でかしら。その可能性は十分ありえるよね。ノワール様、もしもよ、仮に記憶が戻ったネプテューヌと戦って今の私が勝てるかしら。けれど記憶のないネプテューヌなら今の私でも勝てるはず。そして記憶がなくてもメガネに倒したとなれば、ラステーションでの私の権威を取り戻せるかもしれないわ。よし、そうと決まったら早速ネプテューヌを追いかけるわよ。
く、ネプコったらはしゃいじゃって。元気なのはいいけど、後でバテても知らないわよ。ヒロードなんて、そんな時代遅れのステータスは私にはないから平気だよ。悪いモンスターなんてさっさと倒して、シアに報告してあげようよ。やられたいの誰？覚悟なさい。邪魔よ。待ってました。やっ、待ったね。大丈夫でしょう。任せるです。ファイト。患者さんはどこですか？痛いですよ、痛いですよ。私の番ね。一戦。邪魔よ。これくらい余裕よ。別に。私に任せなさい。一戦。覚悟なさい。待ってました。そうそう。やっ。これが私の実力ってやつ。私だって戦うでしょ。私に任せなさい。覚悟なさい。私の番ね。邪魔よ。覚悟なさい。ワクワク。行くです。お注射の時間でしてやんよ。これが私の実力ってやつ。私の番ね。そこね。邪魔よ。私のターン。叩き切るよ。怪我の治療は任せるです。注射器はいかがですか？やられたいの誰？そっ、次。邪魔よ。また私たちの勝ちね。そろそろ敗北の味ってのも味わってみたいよね。成功。私の番ね。ほらった。そこね。待ってました。ほいだ。またね。ワクワク。
私に任せなさい。そこね、そこね、ネップネップにしてやるよ。そうそう、まったね。怪我の治療は任せるです。エイです、エイです、やったです、大勝利です。私に任せなさい。もらった、邪魔よ。私のターン、叩き切るよ。余裕だね。これが私の実力ってやつ。作戦成功です。私の番ね。私の番ね。そこね、邪魔よ。ソウルズコンビネーション。待ってました。えい、そこ、これは痛いよ。これが私の実力ってやつ。私の番ね。覚悟なさい。もらった、ソウルズコンビネーション。待ってました。ほいら、えぇ、ー、余裕だ。これは痛いよ。怪我の治療は任せるです。エイです。注射器はいかがですか。いい実験台発見。私の番ね。一石を打ちなさい。怪我の治療は任せるです。回復です。待ってました。叩き切るよ。そうそう、これは痛いよ。私の番ね。一戦、また私たちの勝ちね。そろそろ敗北の味ってのも味わってみたいよね。みんなまとめてやっつけるです。私に任せなさい。一戦、邪魔よ。そこにソウルズコンビネーション。待ってました。
くないわよ。イカベース痛いですよ。エイデン頑張るです。私に任せなさい。覚悟なさい。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。ネックネックにしてやんよ。叩き切るよ。次回も私の活躍に乞うご期待。さっさと終わらせて先に行くわよ。覚悟なさい。ほら、これはおまけよ。取っておきなさい。私のターン。ほいじゃ。いや、これは痛いよ。これが私の実力ってやつ。やり。あんたね、イロードとかいうシステムだかステータスはないんじゃなかったの？確かに。だけどさ、思ってた以上に坂道が多いんだもん。卑怯だよ。私も足の裏が痛くてもう一歩も動けないです。アイちゃん、ここでちょっと休憩するです。もう二人とも揃ってだらしないわね。いいわ、休憩しましょう。やっと休めるです。あ、そうだ、せっかくだし休憩ついでにみんなでおやつ食べようよ。町を出る前にプリンを買っておいたんだよね。大自然の中で食べるプリンは格別だよ、きっと。と言いたいんだけど、実は例のモンスターが出没するのってこの辺りなのよね。え？アイちゃん？この明らかに今まで戦ったことのないようなモンスターってもしかして？ええ、シアンからの情報通りよ。そいつで間違いないわ。またまた、アイちゃんたら。そんな冗談に騙される私じゃないぞ。なんちゃって。ネプコ、いい加減に現実を見なさい。こいつがシアンの言っていたモンスターよ。モンスターさん、もう少し空気を読んでほしいです。怖いです。せっかく美味しくプリンを食べれると思ったのに。仏のネプテューノと言われたこの私も今日ばかりは鬼になるわ。相変わらずネプネプは変身すると見た目だけじゃなく性格もまるっきし変わるですね。それがプリンのことになるとなおさらって感じね。ま、疲れて下手っているよりはプリンのことで怒ってくれていた方がまだマシね。私はネプネプと違ってヘトヘトなままなんですが。コンパ、アイちゃん、雑談なんてしてないで、さっさと倒すわよ。ネプコもやる気満々のようだし、もう一頑張りしましょう。お、女の子には優しくしないとダメですよ。私に任せなさい。
確実に当てていくわよ。私の番ね。さあ、気合を入れていくわよ。ワクワク。で、やられたいの誰？覚悟なさい。もらった。これはおまけよ。取っておきなさい。決めさせてもらうわ。クロスコンビネーション。怪我の治療は任せるです。痛いですよ。私に任せなさい。邪魔よ。そこね。もらった。ソウルズコンビネーション。決めさせてもらうわ。やっ、やっ、遅い。ジャンピングアース。怪我の治療は任せるです。私が治すです。私に任せなさい。覚悟なさい。邪魔よ。そこね。ソウルズコンビネーション。患者さんはどこですか？エイです。アチュース頑張るです。相手は誰？クロスコンビネーション。痛くないわよ。一戦。邪魔よ。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。私の番ね。遅い。そこ。ジャンピングアーツ。怪我の治療は任せるです。誰？そこね。そこね。邪魔よ。ソウルズコンビネーション。怪我の治療は任せるです。回復です。私の番ね。私の番ね。もらった。覚悟なさい。もらった。これはおまけよ。取っておきなさい。相手は誰？私、まだお嫁にだって言ってないです。この場合はこれね。私の番ね。渡らせてもらえなかったです。ソウルズコンビネーション。患者さんはどこですか？お薬を使うです。まだまだ。決めさせてもらうわ。そこ。遅い遅い。ジャンピングアース。
この姿でこうも苦戦するなんて。なかなかの強敵だったわね。ネプネプのおかげで楽勝だったです。急いでネプテューノたちを追ってきたのはいいけど、まさかモンスターと戦っている最中だったなんて。完全に出ていくタイミング逃しちゃったわね。それにさっきは浮き足だって勢いよく出てきたけど、落ち着いて考えてみると、いくらなんでもネプテューノがライバルだからって記憶喪失の時に攻撃するのって卑怯よ。けど教会での権威を回復するためには他国の女神を倒すのが手っ取り早いし、それにこのまま私への視野が減ってしまうと、なおさら他の女神に勝てなくなってしまうわ。でも今のネプテューヌに勝負を仕掛けるなんて私らしくないっていうか、女神らしからぬ行為だわ。勝てても全然嬉しくないし、何より私の女神としてのプライドが許さないわ。でも悔しいけど今の私じゃセミハラは変えられないのよね。ふと思ったんだけど、変身したネプコが私たちを飛んで運べば早く着くんじゃないかしら。いやよ、ただでさえこの姿を維持するのに疲れるのに二人もなんて運べないわ。タクシー代として片道1プリンでどうですか？3個入りの安いプリンじゃなくて1個100円の高くて美味しいプリンを奮発するですよ。とても魅力的な提案だけど断らせてもらうわ。そうですか。ネプネプが飛んでくれたらとっても楽できたんですけどね。それじゃもういい加減元の姿に戻るわね。ちょっと待って、ネプコ、まだ変身を解いちゃダメよ。どうしたの、アイちゃん？プリンには釣られないわよ。そこの岩陰に誰かいるわ。よく気づいたわね。褒めてあげるわ。久しぶりね、ネプテューヌ。もっとも、あなたは覚えていないかもしれないけどね。アイちゃん、この人。ええ、なんとなく変身したネプコに似ていると思わない？その独特のコスチュームにその瞳。私の勘が外れてなければきっとネプコのことを何か知っているはずよ。ええ、ネプテューヌのことならよーく知っているわよ。本当なの？なら教えて。私は一体何者なの？ネプテューヌにお願いされるっていうのも悪くないわね。いいわ、教えてあげる。本当？よかったですね、ネプネプ。やっと知り合いに会えたです。その代わり一つ条件があるわ。条件？一体それは何？もちろん私に勝負で勝てたらよ。強そうだからって逃げるわけにはいかないのよね。ベノムベノムです。で、やられたいの誰？これはどうかしら。相手は誰？そこ！遅い！こんなの！遅い！別に痛くなら切り込むわ。パツンワク！お薬ですよ。私に任せなさい。
私の番ね。毒を持って毒を締めさせてもらうわ。さあ気合を入れていくわよ。ワクワク。やられたいの誰？今が使い時ね。私の番ね。しびれなさい。相手は誰？患者さんはどこですか？お薬ですよ。私の番ね。もらった。覚悟なさい。これはおまけよ。取っておきなさい。毒を持って毒を消してね。患者さんはどこですか？決めさせてもらうわ。クロスコンビネーション。やめじゃない。死にたくなるか。私に任せなさい。今が使い時ね。ね、死にベノムフェイター。私の番ね。クロスコンビネーションで切り裂くわ。死にたくなんか。こんなの。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。で、やられたいの誰？ほら、こんなの。一戦。こんなの。これはおまけよ。取っておきなさい。死にたくなんか。パラライズフェイター。私が治すです。私の番ね。今が使い時ね。ね、ベノムフェイター敵です。お薬ですよ。私に任せなさい。一戦じゃない。ほら、こんなの。ソウルズコンビネーション。私の番か。私に任せなさい。今が使い時ね。相手は誰？クロスコンビネーション。やるじゃない。
私の番ね。毒を持って毒を制す。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。私に任せなさい。邪魔よ。一戦ボラに叩くなんか。ソウルズコンビネーション。決めさせてもらうわ。クロスコンビネーションで切り裂く。やるじゃない、やるじゃない。こんなの。患者さんはどこですか。みんな元気になるですよ。私の番ね。しびれなさいの攻撃。やられたいの誰。ほらやるじゃない、ほらやるじゃない。これじゃない、これはおまけよ。取ってみなさい。させてもらうわ。やあ、そんなの。おい、どい。せえ。別に直面から切り込むわ。熱わく。私が治すです。ね、死に、ベノムフェンダー。私の番ね。覚悟なさい。別に痛くなんか。邪魔よ、これはおまけよ。取ってみなさい。この治療は任せるです。回復です。決めさせてもらうわ。遅い。やるじゃない。やあ、ジャンピングマッツ。ベノムフェンダー。私の番ね。これはどうかしら。怪我の治療は任せるです。お薬を使うです。私の番ね。毒を持って毒を制す。私に任せなさい。一戦邪魔よ。覚悟な、これはおまけよ。取っておきなさい。私の分か。こんなの。こんなの。やるじゃない。正面から切り込むわ。患者さんはどこですか。回復です。私の番ね。毒を持って毒を制す。私に任せなさい。覚悟なさい。邪魔よ。そこね、ソウルズコンビネーション。怪我の治療は任せるです。治療するですよ。私の番ね。遅いなの。確実に仕留める。別に痛くなんか。ブレイブブレイク。ベノムフェンダー。で、やられたいの誰。覚悟なさい。邪魔よ。一戦たくなんか。これはおまけよ。こんなの。取っておきなさい。患者さんはどこですか。回復です。私の番ね。遅い。こんなの。やるじゃない。ジャンピングアーツ。別に痛く。ベノムフェンダー。私に任せなさい。これはどうかしら。アツアツ。いかがです。痛いですよ。別に痛くない。現代発見です。毒を持って毒を制すってね。これはどうかしら。相手は誰。やあ、やあ、やるじゃん。遅い。ジャンピングアクアクアク。お薬を使
私の番ね。ほら来た、別に食べてもらいたい。これはおまけよ、取っておきなさい。別に、パラライズフェイカ。バイバイ。落ちてこい。やあ、こんなの、こんなの、確保に仕留める。正面から突っ込むわ。パスワーク。冥界の魂にベノムフェンダー。弱い弱い、落ちてこい。お薬を使うです。お礼はたっぷりさせてもらうわよ。今のうちね、私の番ね。ベノムフェンダー。で、やられたいの誰？やるじゃない。覚悟なさい。これはおまけよ。別に食べてください。患者さんはどこですか？お薬ですよ。私の番ね。しびれなさい。何をするんですか？決めさせてもらうわ。私の番ね。覚悟なさい。こんなの、じゃない、ソウルズコンビネーション。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。死にたい。ベノムフェイダー。今が使い時ね。まだまだ、私の番。これからです。せい、そこ、そこ、そこ、ジャンピング。毒を持って、はい、終わり。私、まだお嫁にだって言ってないです。これはどうかしら。まだまだ、これからです。ベノムフェイダー。はい、終わり。サンキュー。今のうちね。まだまだ、これからです。やられたいの誰？邪魔よ、そこね。やるじゃない。ほら、ソウルズコンビネーション。パスワーク。で、死にたいの、パラライズフェイダー。相手は誰？クロスコンビネーションで切り裂く。死にたくなるか。違う、こんなの私じゃ。この姿でこうも苦戦するなんて。助けがありとはいえ、この私が負けるなんてどういうことなの？それとも、やっぱり私の力が、それだけは認めたくない。さあ、約束よ。私のことを話してくれるわね。たった一度私に膝をつかせた程度で勝った気にならないでよね。こちらの方が多勢に無勢だってことは認めるわ。だけど、勝ちは勝ち。こんなの、こんなの認めないわ。ネプコ、追って。あれな、ちょっとネプコ、なんで変身解いてるのよ。ごめん、アイちゃん、さっきの戦いでエネルギー切れしたみたい。もう疲れてヘトヘトで無理。だったら走って追いかけるわよ。
せっかく見つけた猫の手がかりなんだから何が何でも捕まえるわよ。ネプチューノには負けるし、女神化も解けるわで、今日は踏んだり蹴ったりだわ。まさか私がネプチューノに負けるなんて。けどあれは1対3だったし、きっと1対1なら私の方が。捕まえたー！うわー！取ったぞー！な、何？ちょっと、いきなり何なの？洗いざらい全部話してくれるので、絶対話さないよ！で、あれ？あなたがここにいるの？人を探してるんだけど、こっちの方に飛んでこなかった？くどくてツヤツヤして空を飛ぶから目立つと思うんだけどさ、なんか見なかった？なんか嫌な例えね。それならすごいスピードであっちの方向に飛んでいったわよ。もう追いつくのは無理なんじゃないかしら。そっか、せっかくの手がかりだったんだけどな。逃したってなると愛ちゃんに怒られるんだろうな。なんか私の話ばっかりでごめんね。ところであなたはどうしてこんなところに一人で？ってよく見たら傷だらけでボロボロだよ。え？ひどい傷。モンスターにやられたんだね。けど安心して、この辺りにいた悪いモンスターはこの私が倒したから。あなたたちにやられたんだけどね。ん？なんか言った？ってそれよりも傷だよ傷。いろいろすりむいてたりするけど骨とか折れてない？すり傷ぐらいだし、このくらいなんてことないわ。怪我や病気の素人判断は危険なんだよ。そうだ、お友達にその辺のプロフェッショナルがいるから見てもらおうよ。うん、絶対その方がいいって。え？あやい、その本当にこのくらい大したことないから。大丈夫、ホワイトのことに定評のあるパーティーだからお金なんて取らないよ。いや、そういうことじゃなくて。コンパー、コンパどこ？コンパのネプネプが呼んでるよ。そんな叫んだだけで都合よく来るわけがないでしょ。呼んだですか、ネプネプ？嘘！驚いた？なんてったって主人公だからね。私の主人公スキルは108式まであるんだよ。何一般人にバカなこと吹き込んでるのよ。ちょうどあんたが叫んだタイミングで追いついただけよ。ところで私に何の用ですか、ネプネプ？この子、そうだ、まだ名前聞いてなかったね。私、ネプチューヌで、こっちがコンパで、こっちがアイちゃん。アイ行くよ、よろしく。で、あなたのお名前は？ルえ？ノワールよ。へえ、ノワールって言うんだ。なんか友達がいなさそうな名前だね。ブッ、あなたね、普通初対面の相手にそんなこと言う？ごめんごめん、冗談だって冗談。もうただのネプリカンジョークなのに。初対面の人がネプコのノリについていけるわけないでしょ。コンパ、この子のこと見てあげて。あと、できれば傷の治療も。はい、任せるんです。あー、アイちゃんずるい。私のセリフ取った。いつまでもあんたに任せてると話が進まないのよ。はい、これで
治療完了です。と言っても消毒して絆創膏を貼っただけで大したことはしていませんが。いえ、そんなことはないわ。ありがとう。確かコンパって言ったわよね。あなたはそのネプチューヌのお友達なの？はいです。プラネチューヌにいた頃に倒れていたネプネプを解放して以来、ネプネプとは深い仲です。ところでノワールはどうしてこんな危険なところに一人でいたの？それに傷だらけでした。それは怪しいわね。それは私もよくわからないというか、なんていうか。それってもしかして記憶喪失なのかな？え？そうそう、記憶喪失。ああ、思い出せない。きっとモンスターに襲われ、何そのわざとらしい演技。記憶喪失じゃお家の場所がわからないです。それだと帰れないですね。困ったです。わかるよ。記憶喪失って本人は何ともないのに、やたらと周りが気を使ったり同情されたりしていろいろ大変だよね。え？そうだ、困ったことがあったら何でも私に相談してね。記憶喪失の先輩として相談に乗ってあげる。それは助かるわ。ところでこれからノワールさんはどうするです？お家がわからないとどこに送り届けていいかわからないです。そうね、試しに教会にでも届けてみたら？教会なら保護してくれるんじゃないかしら。教会はダメです。女神さんを呼び捨てにするような人たちがいるところに安心して任せることなんてできないです。そうだ、記憶が戻るまで私たちと一緒にいようよ。危なかった。教会なんかに連れて行かれたら正体がバレるどころか保護されたなんて説明されたら今以上に私の立場がなくなっちゃうじゃない。ひとまずここはネプテューヌの言葉に甘えてしばらく一緒に。一緒？もしかして嫌だったけど、せっかくの記憶喪失仲間同士なんだし仲良くしようよ。そうです、その方が教会に任せるよりずーっと安心です。それに人数が増えた方が楽しそうです。あー、いや、嫌とかそんなんじゃなくて、その驚いたっていうか、なんていうか。じゃあ決まり、改めてよろしくね、ノワール。